Hi guys, ちひ welcome back to my YouTube channel. どうも皆さんお久しぶりです。ちひです。はい、ということで本日は、対人関係においての HSP、繊細な人が覚えておくべき3つのことを紹介していきたいと思います。この3つのことなんですけど、私が個人的に救われたマインドセット、考え方になっております。前回の HSP の動画でも私のお話を少ししたんですけど、私は結構その慣れない対人関係において HSP を発揮することがすごく多かったです。カスタマーサービス系の仕事をしていた時は、上司だったりお客さんに異常にこう気を使いすぎちゃったりとか、あと自分の言い方とか言葉とかめちゃめちゃ気にしてたし、あと相手がどう思うかを気にしすぎちゃったり、こう近くにいる人の怒気を感じてこう自分の心臓までドキドキしてきちゃったりとか、前回の動画でも言いましたけど、なんか自分が悪いことをしてるんじゃないかっていう風な考えになっちゃったりして、結構それでストレスを感じることが多かったです。はい。で、そんな中でも今回紹介する3つのマインドセット、考え方っていうのを生活に取り入れるようになってから、だいぶ自分の心が楽になったというか、その昔ほど気にすることがなくなったので、今回は、その3つの考え方を紹介していきたいと思います。はい。まず1つ目ですね。1つ目は You're not responsible for what other people think。 周りの人があなたのことをどう思うかに関しては、それはあなたの責任ではないっていう考え方になります。私はですね、こう対人関係において変なこう責任感みたいなのが強かったというか、今思えば、例えば自分が発言したことに対してこの人は不快な思いをしてないかとか、異常に気にしすぎちゃうところがね、すごくありました。そんな時に知ったのが、この他人がどう反応するかっていうのは私の責任ではないっていう言葉です。例えば例を挙げてみると、私がですね、友達にすごくスタイルがいい、背が高い友達がいたとしますね。で、その友達に本当に背高くていいねみたいなこう言葉を言ったとしますよね。私の意図としては、その背が高くてすごく綺麗だね、いいね、スタイルがいいねっていう意味で言ったとしても、例えばその友達がですね、高身長であることにコンプレックスを持ってたとします。そしたらもしかしたら彼女は不快な思いをするかもしれないです。だとしても、それは彼女がどういうふうに反応するかっていうことにかかってるので、私自身がどうこうできる問題ではないんですよね。ちなみにここで意味してるのは、ポジティブな意図で何かを発言した時に限ります。例えばネガティブな意図とか、他人を傷つけようとしてそういうふうに言葉を発するのはただの意地悪だし、そんなことする人は多分この動画見てないと思うんですけど、そう、ポジティブな意味で意図を込めて何かを言った際に関しては、それは相手がどう受け取るか、相手がそのことについてどう思うかっていうのは、私がどうこうできる問題じゃなくて、こう他人が決めることだから、そんなにそこまで気にしても意味ないよっていうことをこの考え方から教わりました。はい。2つ目ですね。ネガティブな気持ちになる人とは距離を置く、またはフィルターをかけるっていうことです。たまに傷つくことをさらっと言ってきたりとか、こう一緒にいるとちょっとネガティブな気持ちになってくるような人、たまにいるかもしれません。そういう人と接していると、こうやっぱり消耗してしまうというか、相手があんまり軽く言った発言に対してもやっぱグサグサ刺さってきてしまったりして、すごく疲れるっていう時もあると思います。で、 HSP の人、繊細な人って多分あんまりノーって言えなくて、誘われたら行ってしまうとかいう場面もあるのかなと思ってて、でもやっぱりそういう風に自分を消耗させてくるような人と一緒にいてもいいことはないし、やっぱ心が疲れちゃうだけなので、そういう人とはもうできるだけ距離を置くようにしてもいいんじゃないかなって思います。そうで、これ私が結構好きなクォートなんですけど、英語の Saying no can be the best form of the self-care っていう言葉があるんですね。 No っていうことは一番のセルフケアだっていう意味なんですけど、やっぱり自分を優先して、自分のやりたくないことはやらない No っていうっていうこともやっぱ時には必要だなっていう風に感じます。ただ、距離を置くことが難しい場合もありますよね。特に職場とかで毎日顔を合わせないといけないとか、そういう場合もあると思います。で、そういう時はもうその人の発言にフィルターをかける。で、どういうことかっていうと、
もうその人の口からは何もポジティブなことが出てこないし、この人はネガティブなことを言う人なんだっていう、もうフィルターをかけちゃって、その人の発言に対して一切の期待をやめる。だから、まあ、その人の発言に対して傷つきにくくなるというか、あ、またこの人言ってるなみたいな、この人は多分自分の人生がハッピーじゃないのかなっていう風に考えることができるようになってきます。聞き流せるようになれば消耗することも少なくなるので、これも一つの手なのかなって思います。最後3つ目の考え方が Realize that your mind is reacting and let it go っていう言葉です。自分の心が反応しているっていうことに気づいて、でそれを手放すっていう作業を毎日の生活に取り入れるのがすごく大事だなと思います。実際に例を使ってどういうふうにやるのかっていうのを説明していきたいと思います。例えばですね、なんか悩んでることがあって、それをずっと頭の中で考えちゃってたりとか、堂々巡りで考えちゃってたりとか、あと、まあ、相手の顔色を伺ってとか、相手の何ドキ怒ってる感じを感じて、今自分が心臓がバクバクしてきちゃったりとか、いろんな場面があると思うんですけど、そういう時に自分の心がすごく反応しているなっていうことにまず気づきます。で、この気づく時に大事なのが判断せずに気づくっていうことです。例えば周りの人の怒気を感じて自分の心がドキドキしてたら、これやめなきゃみたいな、もっと落ち着け自分みたいな感じで、そういう風に心が反応しちゃっていることはダメなことだみたいな感じの判断をしていると、これはやまずにずっと増えていくと思うんですよね、心の反応が。なので、まあ、本当に判断せずに客観的に、あ、今自分の心反応してるね、もう第三者目線で見ます、反応してるね、何が一番そんなに引っかかってるんだろうとか、そういう風にすごく冷静に第三者目線で見るっていうことをまずします。で、そういう、まあ、自分の心が反応しているっていうことに気づいたりとか、自分が同じことを堂々巡りで考えているっていうことに気づくことで、だいぶその心の反応っていうのが収まるんですよね。で、それから心を無にして深呼吸を3回ほど体の感覚に意識を向けて、こう吸って吐いてっていうのをすると、だいぶ自分の中の心の反応とか、こう堂々巡りで考えてたことっていうのが一回こうリセットされるというか、それでかなり心がリフレッシュされるので、まあ、自分の心が反応している時にそれに気づいて、それを判断せずに客観的に見て、で手放すっていうことがすごく大事だと思います。で、まあ、私みたいなそういう HSP の人っていろんなことに自分の心が反応しやすいと思います。まあ、私みたいに他人がどう思うかとか、そういうことに関して気にしすぎちゃう人とかもいると思うし、気にするっていうのも結局心がそのことに対して反応してるっていうことになるので、そういう感じでいろいろ反応しちゃうと思うんですけど、そんな人におすすめなのが、私これ何回も動画で紹介してるんですけど、反応しない練習っていう本になります。この本は仏教の僧侶の人が書いた本なんですけど、まあ、マインドフルネスとか瞑想についてもちょっと触れながら、どうやったら自分の心が反応しにくくなるのかっていうのを具体的に本の中で紹介していて、そうで、私もこの本を読んでだいぶ自分の中で考え方が変わったというか、すごくこうその本に書かれてることを実際に自分の生活に取り入れてからめちゃめちゃ心が楽になったし、ぜひね、もし興味のある方はその本読んでみてください。はい、ということで本日は対人関係において HSP の私が個人的に救われた考え方、マインドセットっていうものを3つ紹介してみました。皆さんの中で例えばこういう考え方が役立ったよとか、そういう、まあ、やり方でも考え方でも何かあったら、ぜひコメント欄にコメントしてみてください。それでみんなで情報交換ができたら一番いいと思うので。ということで本日も最後まで動画見てくれて本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next one. Bye!